はい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 。昨日ジャイアンツは DeNA ベイスターズに敗れてしまいまして、今シーズン、まあ、終了したというところですけども、まあ次の戦いというか、まあ来季の戦いというのはもうすでに始まっていると思いますし、ジャイアンツの課題が一体何なのか、どこを補強していくべきなのか、ドラフト戦略も含めて、まあ少しね、まだめちゃくちゃこう定まってるわけではないと思うんですけども、僕なりの意見をお話ししていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、来季以降、まあ、ジャイアンツがどうなっていくべきかというところを、まあ、中心にお話していきたいと思います。はい、ですね、まあ、昨日敗れて、まあ、すごく僕自身も悔しいと。うん。まあ、やはりね、最後、まあ、打てなかったっていうのがね、すごく僕の中で印象が強くてですね、まあ、シーズンね、守り勝つ野球というところを中心にやってきまして、まあ、実際ね、結果も伴いましてね、優勝したというところありましたけども、まあ、短期決戦でね、すごく難しい、まあ、相手もね、DeNA ベイスターズも素晴らしい戦いしましたし、投手陣たちもね、素晴らしかったと思います、DeNA ね。まあ、あと、本当に1本というかね、あと、1球とか、まあ、そういう、すごく、切羽詰まったね、すごく緊張感のある試合が続いていて、まあ、紙一重で、負けてしまったというところですけども、やはり僕が試合見ててですね、打てないっていうところがね、非常にこうやっぱりこう来季以降の課題になってきてるんじゃないかなって思うんですね。まあみんな思ってると思うんですけど、まあその中でですね、まあ岡本選手がね、結構敬遠されてたっていうシーンがね、ありました。まあ実際僕が DeNA の監督だったとしても多分すると思います。うん、まああれだけ短期決戦で、まあ、岡本選手がね、すごくまあ初戦とか2戦目とかな、だからタイムリー打ってたじゃないですか。で、他の選手があんまり打ってないっていうところを考えると、やはり岡本選手を敬遠するだろうなっていうふうに思いますし、まあ、卑怯だとかそういった意見もあるかもしれないですが、まあ、やはり作戦ですしね、うん、僕は、僕がもし監督でもそういうような采配をしてたんじゃないかなって僕思います。で、その上でやはりですね、まあその岡本選手が、まあ、ジャイアンツの中心的な、ね、ところにいるわけなんで、まあ、その前後を打つバッターっていうのがね、本当に重要だなって本当に感じたんですね。まあ、シーズン中もですね、非常にこう5番打者を固定するのを苦労してましたけど、やはりここに来て、まあ、シーズン苦労したところっていうのをまたね、改めてぶり返してきたというかね、うん、まあ、ヘルナンデスもね、まあ、手首が多分まだ完璧に治ってない中、まあ、来てやってるわけですし、まあ、実際結果はね出なかったっていうのはありますけども、まあ、彼を攻めることはできないですから、まあ、そういった意味で来季以降、まあ、まあ岡本選手の前後ですよね、どういう風にしていったらいいのかっていうところ、まあ吉川選手も怪我してたっていうところもありますけども、まあベイスターズもね、山本選手を欠いてたりとか、まあ東投手がいなかったりとか、そういう怪我人の中での戦いでしたので、まあイーブンというかね、お互い条件は一緒だったんじゃないかなというふうに思うので、そこでね、まあ、勝ちきれなかったっていうところは、まあ、言い訳しても仕方ないかなと僕は思います。で、まあ、ドラフト戦略というところに関して言っても、まあいろいろ意見あると思います。まあ菅野さんが、まあ、メジャー行ったりとか、するんでね、ピッチャーを、まあ、即戦力の大学野球の、ね、選手であったりとか社会人の選手を取っていった方がいいんじゃないのっていう意見もあります。ただ一方で、まあ、やはりこんだけ打てないんだから打てる選手を取っていった方がいいじゃないのっていう意見も僕あると思います。で、僕の意見は、まあ、結論から言うとピッチャーを取っていった方がいいんじゃないかなと思います。理由はですね、やはりピッチャーっていうのはですね、即戦力で活躍してくれる選手の割合が、まあ、打者より多いと思うんですね。で、打者でいくら、まあ、即戦力だというふうに言われてた場合でも、なかなか1年目からある程度成績を出す選手って僕なかなかいないと思うんですね。ここ、まあ、10年ぐらい振り返っても野手で1年目で、ある程度やっぱりこう即戦力と言われて入ってきてやってくれた選手って
多分牧選手とか、まあ、そのあたりぐらいかなって、まあ、佐藤輝明選手とかもまあそうかもしれないですけども、まあ、上げても多分数名しかいないと思うんです。1人、2人、3人までぐらいだと思うんです。でその中で、まあ、その確率に欠けていくっていうのもすごく難しいのかなって思いますし、まあ、やはりジャイアンツで菅野さんが抜けるというところで、まあ、少しでも、ね、穴を埋めたいっていうところがあると思いますから、僕は投手に絞って1位行った方がいいんじゃないかなって思います。ただ先ほども言いましたように、やはり打てる選手が欲しいというところもありますから、まあ、2位以降ですよね、まあ、1位はまあ投手行っていいかなと思うんですが、まあ、2位以降でやはり打者というかね、まあ、牧選手も2位指名だったっていうこともありますから、2位でもね、そういう選手が残ってる可能性もありますんで、そこを狙いに行くというかね、そのポスト牧というか牧選手ぐらいになりそうな選手がもし残ってるんであればね、間違いなく獲得していくべきだと思うし、まあ、守備位置の問題とかいろいろありますけど、でもやはり今ジャイアンツっていうのは打てる選手っていうのをね作っていかないといけないというかね、うん、やはり坂本さんの高齢化もあります。まあ、岡本選手も数年以内に、もしかしたら今季オフかもしれないし来季オフかもしれないですけども、ポスティングがポスティングが、FA 権で、ね、メジャーに行く可能性が非常に高いですから、そういった意味でも、まあそのまあ、未来の4番を作っていったりとか未来の中軸を作っていくっていうのは急務だと思うんですね。早くしないといけないと思うんですね。その中で、まあ、丸さんの、ね、高齢化もありますしというところで、まあ、今季、まあ、優勝はしましたが、まあ、来季以降ね、戦力がすごくこうばらつきが出てくる可能性があるというか、まあ、今季もし優勝できなかったとしたら、数年間は多分優勝できなかっただろうというふうに思われるぐらいの、まあ、戦力に、なるんじゃないかなっていうのが僕の予想なんで、そういった意味でも、まあ、2軍にねティマ選手がいたりとか、まあ、2軍にもねいい野手の選手がいますけども、やはりそういった人たちがやはり出てこないといけないと思うし、やはりなかなかね出てきてほしいと思ってても出てこれないというかね、なかなか難しいという現状がありますので、外国人選手の補強というところも含めて、まあ、やっていかないといけないんじゃないかなと思います。で、まあ、ヘルナンデスだったりとかモンテスっていうのは、まあ、残ってくれるんじゃないかなっていうふうに僕思ってます。はい。で、まあ、やっぱり野手ですよね。ピッチャーに関しては、まあ、ケラーもそうだし、まあ、バルドナードもちょっと微妙でしたけど、最後の方微妙でしたけど、なかなかまあ、グリフィンもそうですし、やってくれたっていうのがあるんで、まあ、残ってくれるかはちょっとわからないですけど、まあ、おそらくヘルナンデスとモンテスは残ってくれるんじゃないかなっていうふうにね、個人的に思ってるんで、やはりピッチャーもね、よく頑張ってくれましたけども、やはり打者かなっていうところはね、僕の中に感じてるんで、ピッチャーはね、結構若い日本人でも出てきたかなっていうところは出てきつつあるのかなっていうふうには感じてるんで、そういった意味で、まあ、外野じゃない外国人の野手ねっていうところを補強していく。で今回ねモンテスヘルナンデスって2連発でね、まあいい感じで当たってくれたというか、いい外国人を獲得できたんで、そういった要領でね、まあ海外のスカウトももう一回やってほしいと思いますし、海外のスカウトもそうですし、阿部監督の目はね、すごく超えてるというか、非常にこう選手を見極める力っていうのはあるのかなっていうふうに今年1年、試合見てて感じたんで、外国人野手っていうところは絶対今調査してると思いますし、いろいろね、うん、そういったところも期待したいなと。メジャーのトップ選手を取れたらいいですけど、でもまあそのオドアの件もありますしね、うん、で実際来て本当に活躍できるかって、まあ、わからない、まあどの外国人もわからないんですけど、まあわからなかったりするんで、プライドの問題とかなんかいろいろ性格的な問題とかいろいろそういったところも日本で成功するのにはあるのかなっていうふうに個人的には感じてるんで、そこもね含めて、まあ、性格なんかも含めてもう一回ね、ヘルナンデスだったりとかモンテスみたいなね外国人選手を取れるように頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日はちょっとさらっとね、お話していきましたけども、やはり僕はドラフトはね1位指名は、まあ、僕の後輩大学の後輩のね金丸選手とかね、すごく即戦力だというふうに僕思いますんで取りに行ってほしいなと思いますと。ただ2位以降に関してはやっぱり野手というかね、そういったところを取っていかないとやっぱりこうなかなかね厳しいなっていうところはあるので、うん、だいぶ高齢化してるなっていうのはあるんでね、特に主力選手というか今までこうジャイアンツを引っ張ってきてくれてた選手がねだいぶこうそろそろきついなっていうところ、衰えも含めてね
そういったところあるんちゃうかなと思うんで、うん、いつまでもおんぶに抱っこっていうところには良くないと思うんでね、そういったところも含めて、まあ、ドラフトね、そういう風な感じでね、やってもらいたいなと思うし、まあ、外国人の補強に関しては、まあ、非常に今年ね、見る目があったというか、いい感じでいったんで、その要領でね、引き続きね、いい選手を獲得してもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は来季以降のジャイアンツの課題についてお話していきました。まあ、ここからね、シーズンオフになりますんで、まあ、ジャイアンツ情報をね、毎日、1本ずつね、出していければなというふうに思ってますんで、ぜひね、企画の提案であったりとか、そういったコメントもね、ぜひ待ってますんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。